っともやみやしない。まあ、いった。この調子じゃ峠越えは。ん？おい、そこの人たち！こっち、こっちだ！助かった。お互い夕立とは難儀だね。でもお互い雨宿りできる大きな木があってラッキーだね。違いない。サントだ。ご覧の通りの旅の吟遊詩人。僕はリフィルです。こちらが弟のジーニアス。よろしくね、サントさん。ああ、よろしく。あんたたち北のイセリアの人かい？え、どうして？簡単な推理だよ、ジーニアス。君たちの靴についている泥、それは大陸北部にしかない赤土だ。それにリフィル、君の髪についている青い植物の種、それもイセリアの森でよく見られるものだ。あー、すごいや、おじさん。世界中を旅して余計な知識ばかりをリュックに背負い込んでるのさ。今日も今日とて風の吹くまま気の向くまま。お前さん方はどこに向かうつもりだ？さあ、どこかしらね。すまない、細かく詮索しないのが旅人同士のルール。地に足つけない暮らしが長いとどうにも時々人恋しくなっちまってね。よいしょっ。ひと眠りさせてもらうよ。雨が止んだら起こしてくれないか？わかった。おやすみ、ジーニアス、リフィル。姉さん。何？なんでもない。私は黙り込んだジーニアスの手をそっと握り